こんにちは田,和田由美子です桜の開花状況が気になる頃となりましたが皆さんいかがお過ごしでしょうかさて三鷹市の市政の動きをお伝えする「みるみる三鷹」今回は4月からいよいよスタートする小中一貫教育校について飼い瀬教育長にお話を伺いますまたた3月12日に開催された 第九十一回親子音楽会の模様も合わせてご紹介します。どうぞ最後までごゆっくりとご覧ください。さて、それではまず小中一貫教育校についてです。三鷹市では、この四月から二小と井口小。二中の三校を西三鷹学園という一つの学園と位置づけ。義務教育機関の九年間を通した一貫カリキュラムにより。 小中学校が連携し交流して行う小中一貫教育校としてスタートさせることになりました社会の流動化が進む中新しい時代にふさわしい義務教育9年を築いていこうというこの試み本日は飼いの瀬教育長をお招きしまして小中一貫教育校の考え方や具体的授業将来展望などをいろいろとお聞きしていきたいと思います よろしししくおお願願いいいまますすここちらそた以前から大きな話題となっていた三鷹市の小中一貫教育校がいよいよこの新学期からスタートということで特にモデル校の関係者の方々には感無量といった感じででしょうね、はいえー、その通りでありあます、あのー、この小中一貫教育校のです、ね、構想が打ち出されまして、まあ、3年経つわけですけれども。 その間ですね、20回以上にわたります市民の皆さん方そして保護者の皆さん教職員の皆さんとです、ね、意見交換会説明会を開催いたしましてですね、そしてあのより良いです、ね、小中一貫教育校の構想が固まったというふうに考えています、まあ、名前もですね、名称も西三鷹学園ということで決めさせていただきましてですね えー、この4月の5日、開園式を迎えるわけでありますが、えー、より良いですねスタートが切れるものというふうに考えていますそういった意味では、期待も大きいいでしょうねはいえー、その通りでありまして、私どもも、ですねまたあの市民の皆さんも、ですね、えー、大きな期待を持ってですね見守っていただいているというふうに受け止めています。なるほど それではまず小中一貫教育校というのはどんなものなのかということをおさらいの意味も含めて簡単にご説明いただけますか、えー、あの今までの,です、ねえー、あの義務教育というのは、えーまあ、ご承知のようにです、ね、小学校6年間、中学校3年間、えー、を、まあ、指すわけですけども現実にはです、ねえー、その小学校教育、中学校教育というものが もう事実上別々にですね、えー、行われていたというふうに言ってもです、ね、過言ではないんですねで、えー、この小学校でのいいこの取り組みがですね、えー、これをもっと中学校へ行ったらもっと良くなるのになとかですね中学校で、えー、行われていますいろんなその実践取り組みがですねこれは小学校の時からですね、えー まあ取り組まれていればですね、もっと良かったのになとかですね、そういうこともおあったわけで、えー、またその小学校と中学校のこの、えー、まあフーと言いますかね、えー、それこそ、えー、文化がですね、お、えー、ととまあ,あ違うという中でですね、やはり子どもたちの戸惑いもですね、とても大きかったと思うんですね。そういう意味ではやはり小学校六年間、中学校三年間をですね。 一貫して9年間で子どもたちを見守って育てていくということが今、大変求められているというふうに思うんですね、で同時にです、ね、この市民の皆さんや保護者の皆さんがこの開かれた学校の中で,です、ね、学校運営に学校側とです、ね、一緒になって、参画してです、ね、子どもたちを育てていくと。 そういうコミュニティスクールとしての,です、ねえーまあ、のあり方も今求められているわけでそういう意味ではです、ね、三鷹の小中一貫教育校というのはコミュニティスクールを基盤として小学校6年間中学校3年間の9年間をです、ね、一貫したカリキュラムでもって子どもたちを育てていくという考え方がです、ね、三鷹のです、ね、小中一貫教育校の考え方なんでですね、えーまあ、そういうい意味ではですね。 たぶ、えーまあうん、コミュニティスクールを基盤としての小中一貫教育校というのは、えー、全国でも、ね、初めての、まあ、取り組みだろうといいうううふうに考えていますすそうなんですかあの3つの学校が1つの学校になるというのはかなりインパクトがありますけれども、えー、そうなりますと小中一貫教育校では授業の内容なども普通の学校とは違うんでしょうか。えー、あのお基本的にはですね、はい えー、小中一貫教育校と言いましてもですね、えー、現行の学習指導要領の範囲内でつまり今の制度の中での取り組みですですから、えー、あの特別なですね、えー、教科を設定するということはございませんけれども、えー、その制度の中でもですね相当にですねいろいろなあの取り組みができます。 例えばですがあ三鷹の小中一貫教育校の中ではですねキャリア教育とかですねそれからあの小学校の段階からの英語活動で中学では英語教育になりますけどね、えー、そういう,う特色ある教育活動も取り入れてですねそして、えー、教科の方もしっかりとしたですねカリキュラムを作りまして、えー、着実なですね 教育を行っていいくという考え方ですうんなるほどあの子供たちの個性を生かした教育が本当にいろいろと考えられているようですがその分、いわゆる国語とか算数といった基礎的な勉強の時間が削られてしまうんじゃないかというような、うんまあ、心配する声も出そうですがその点はです、ね、全く心配はございません。 えー、確かに今世間ではですね、学力低下のおご心配のムードがありますけれど三鷹の小中一貫教育校はです、ねえーまあ、9年間のお子どもたちの成長をです、ね、見通してですね、そしてそのお授業時間もですね えーまあ、あこのダブってこ、まああうん、指導するようなところはです、ね、少し生心をしたりまたはもっと時間をかけなきゃいけないところはです、ね、時間をかけるということで9年間を見通した事業時数の配分でやっていきますですからあのその中で教科の指導をです、ねえー、しっかりやって。 えー、あの行きますしまたその総合的な学習の時間もきちんとしたですね、えー、内容指導計画のもとに行っていきますし心の教育もですねしっかりやっていくということでやはりあの私どもは、えー、このいわゆるこの受験校のようなですねそういう形じゃなくて子どもたちの人間力とか社会力をしっかりですね えー、培っていくというそういういバランスの取れた全、ねえー、人的な教育をです、ねえー、目指してこの小中1かん教育を,こうを進めていくというのが基本的なな考え方なんですそういった意味では先生方もかなり意欲的なんでしょうね。はい あの先生方もですねもうすでにですね、えー、モデル校としての二、まあ、中学の西三鷹学園の先生方はもちろんですけどそれ以外のですね、えー、その市内の学校の先生方もそれぞれの学校でですね、えー、もう準備の取り組みをですね てくださっています。ですからああ次々とですね、えー、新しいこの実践もですね生まれていくものというふうに考えています。あのそうすると小中一貫教育は将来市内の学校にもまた展開していく計画ということですか。はいえー、その通りです、えー。この4月はですね日中学区があスタート西三鷹学園としてスタートですけれどもお数年以内にですねすべ、えー、てのこの中学校区が 地一貫教育校としてですね、えー、立ち上がっていくということをですね、えー、やりたいというふうに考えています、まあ、実施計画の中にもですねそういうことがうたわれておりまして、えー、あるその地区だけのですね、えー、またそのエリート校と,しというふうな形にならないようにですね、えー、三鷹の子どもたちにべてが全ての子どもたちがですね、えー、教育のいい教育の機会,機会を得るようにですね あの私ども、えー、きちんとです、ねえー、対応していきたいといいううふうに考えています学校教育の在り方が大きな論議を呼んでいる中に誕生する日本で初めてのコミュニティスクールを特徴とした小中一貫教育校のこれからに関心が集まりそうですね、はいえー、私たちもですねそのご期待に応えるべくですね全力を尽くしてまいりますのでどうぞ皆さん方もですね ご理解ご協力を今後ともよろしくお願いいたしたいと思います本日はお忙しい中ありがとうございましたおありがとうございましそれでは次に3月12日に三鷹市公会堂で開催された親子音楽会の模様をご紹介しましょう今回で91回目を迎えた親子音楽会今回はクラシックからポピュラー音楽まで 猫が出てくる曲を集めての猫の音楽会です演奏は三鷹市歓迎楽団岡崎由美さんの歌とおしゃべりや岡本留美子バレエスタジオによるバレエを交えての楽しいステージですロッシーニの二匹の猫のおかしな二重奏 シャイコフスキー「眠りの森の美女」より「長靴を履いた猫と白い猫」など曲名を聴いただけでもワクワクしそうな曲が次々に演奏され子供たちは大喜びステージと一つになっての合唱や飛び入り参加の指揮者コーナーも用意され訪れた親子の方々は2時間のコンサートをたっぷりと楽しみました 楽しいコンサートならクラシック音楽もぐんと身近なものになりそうですねそれでは続いておなじみ清原市長の一言コーナーですみなさんこんにちは三鷹市長の清原恵子です3月も 後半になりますと、梅の花から桜の花へと咲く花も移ろいゆく頃ですね。保育園・幼稚園の卒園、小学校・中学校・高校、そして大学などの学校の卒業式も終えて、いよいよ新しい四月、新級・進学・就職の春を迎えようとしています。 こうした季節の変わり目そして年度の変わり目というのは改めて私たちに語り合いいいの大切さを教えててくれているように思います新しい環境に進むということは期待もありますが不安もありますけれどもその喜びや感激や不安を家族やあるいは 学校や職場の友人の皆さんと語り合うことを通して私たちは自分の気持ちを整理できたりあるいは語ることでほっとしたりさらには先輩や友人そして家族からの助言やあるいは体験談を聞くことによって私たち自身が心を豊かにそしてほっとすることができるものです。 私たちこうした思いをこれからも素直に出せるそうした人間関係を築いていいてかれると嬉しいですね。さて私は市長になりましてから10人前後の少人数の市民の皆様と直接語り合う市長と語り合う会を続けてきました。 試行期間の2回を含めましてもう21回そうした機会を持っていますが市民の皆様の直接の声をお聞きして語り合うことを通して大いに励まされそして新たたな政策や事業のヒントもいただいていだてまた毎月2回程度10人前後の職員と直接語り合うということもしていますがそうした心を開いた コミュニケーションが私にとりましても新たな政策を進めていく勇気とそして職員と一緒に進めていくそうしたつながりの心を強めてくれています春皆様どうぞ語り合いの時を今まで以上にいつも以上に多く持っていただくことをお願いします。それではどうぞ季節の変わり目 健康には気をつけられてままたお目にかかりますそれでは最後に三鷹市から写真集「三鷹再発見の旅」発行についてのお知らせです。まちづくりフォトコンテスト10周年を記念し第1回以来の入賞作品の中から55点を選びこれにエッセイを添えた写真集が発行されました。この写真集で 皆さんも三鷹の魅力を再発見する小さな旅に出かけてみてはいかがですかサイズは文庫本サイズでオールカラーの144ページ定価は800円です市内の各書店および芸術文化センター三鷹モールで販売中ですお問い合わせは株式会社まちづくり三鷹電話番号4 0の9 6 6 9へどうぞ。 いかがでしたでしょうか今回の「みるみるみたか」この時期は市内のあちこちで引っ越しのトラックをよく見かけますいくつもの出会いや別れが交差する年度変わりの3月4月皆さんはどんな春をお迎えですかそれでは次回をどうぞお楽しみに